7月5日のニュースエブリィ内で災害に備えた行動を広く呼びかけた羽生結弦さん。この特集後、羽生さんと日本テレビの天気予報マスコットキャラクターそらジローとの和む絡むシーンが流れると、ファンの方々からはゆるキャラに対する思いを次々と投稿してくれています。この日、羽生さんは昨年就任した番組のスペシャルメッセンジャーとして3年前の熊本豪雨の被災地をリポート。この中で羽生さんが被災された方の話に耳を傾け、うなずきながら共感する姿勢に、ファンならずとも多くの方々が防災についての意識を改めていました。この出演後には番組公式 SNS に登場した羽生さん。見てくださった皆さん、本当にありがとうございました。今日もすごい緊張しましたと、2度目の生出演であっても気を張っていたことを明かしてくれており、そのカミングアウトすらも可愛いと話題に。しかし、そのこと以上にファンの方々の心を和ませていたのが、特集後の羽生さんとそらジローとの絡み。第1回の際は羽生さんがスタジオにいる状態で、そらジローが屋外という条件で接しており、そこでのジャンプに納得がいかないと、今回そらジローがリベンジ。以前よりもしっかり回れていると羽生さんから褒められると、嬉しくなったそらジローが羽生さんに急接近。周囲の話も聞かない状態となっており、そらジローのあまりの積極的な姿勢に羽生さんにキスを迫ったやっぺーの悲劇を思い出したファンの方々。羽生さんはこれまで北京冬季オリンピックのエキシビションでビンデュンデュンを助けギュッとハグしたり、 NHK 杯のエキシビションではどーもくんの口の中に飛び込んだりと、どちらかというと羽生さん側から寄り添っていっていたのですが、そうでない場合も。羽生さんが初めてサッカーの始球式を務めた2010年には、地元ベガルタ仙台のマスコットであるベガッタから最初は髪を優しく撫でられていたかと思うと、徐々にエスカレートし、顔全体を撫で回されるような強烈な絡みもあり、それらを経験してきた羽生さん。今回もやっぺーの二の舞にならないよう少し距離を置きながらも優しい対応をしてくれていた羽生さん。その姿にファンの方々からは、羽生くんってさ、ゆるキャラとの関わり方完璧にわかってるよね、さすがすぎました、などといった声が寄せられていました。また、ゆるキャラオンアイスとかちょっと見てみたい。そのうちゆるキャラたちが羽生結弦争奪戦をするかもしれないね、などといったコメントも寄せられており、今回のそらジローとの絡みを見た全国のゆるキャラたちが嫉妬していたことでしょう。それでも羽生くんはゆるキャラさんたちにも圧倒的にモテモテだよね、でもプーさんが一番だと思うから安心して、といった声も寄せられ、羽生さんのあふれる魅力に誰もが制御不能となっているようでした。詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。羽生くんとゆるキャラってどうしてこうも合うんだろうね。羽生くんはゆるキャラさんたちにも圧倒的にモテモテだよね、でもプーさんが一番だと思うから安心して。羽生くんってさ、ゆるキャラとの関わり方完璧にわかってるよね、さすがすぎました。全国の羽生さんと絡んだことあるゆるキャラがこれ見て嫉妬してそう。みんなが共演できたら面白そう。羽生くん、ちゃんとそらジローの目線に合わせて話もしてるし、ゆるキャラにも優しいですよね。ゆるキャラオンアイスとかちょっと見てみたい。
羽生結弦をめぐるゆるキャラたちの戦い。熱い、熱すぎる、見てみたいかも。ゆるキャラの中に入って羽生さんに近づくお仕事ってどこで募集してますか？そらジローとの絡みは可愛くて、やっべーとの例の件を思い出しちゃったよ。ゆるキャラに迫られる羽生さん、どうしてこうなっちゃうんだろうね。そのうちたらこ唇のゆるキャラたちが羽生結弦争奪戦をするかもしれないね。一番初めに羽生くんと共演したゆるキャラはベガッタくん。羽生くんの頭ワシャワシャした、ある意味最強のゆるキャラです。対羽生さんのゆるキャラでは今のところベガッタさんが圧勝かと。今後あのような行為ができるゆるキャラは出てこないと思う。全国のゆるキャラがそらジローとのコラボ見て一斉にジャンプのアップ始めてると思う。最近はどうもたらこのゆるキャラが羽生さんに迫ってきてますね。私もゆるキャラになりたい。ゆるキャラたちは虎視眈々と羽生くんの唇を狙っていますから、しっかり自衛してくださいね。ゆるキャラのハザードマップ必要。羽生くんとゆるキャラが一緒にいると相乗効果で全体に可愛さが急上昇する事実。やっべもそらジローも羽生さんに近づきたい願望がダダ漏れしてましたね。やっぱり羽生くんとゆるキャラの組み合わせは最高。和むね。スペシャルメッセンジャーとしての生放送、本当にお疲れ様でした。